がお前との距離は今どれくらいか、近づけば遠ざかる、今何を考えてる、お前が今一番殺したい奴はこの私のはずなのに、何が欲しい名前の他に。はい、殺された犯罪者たちが日本のメディアでどう報道されたか調べてくれますか。具体的に言いますと、ニュース、新聞、雑誌等で犯罪者たちの顔が公開されたかどうかチェックしてほしいんです。わかった。君のやり方は受け入れられない、平を道連れにして地獄まで落ちるつもりか。死に来る恐怖症の仮面を剥がせば仲間の顔に疑いの影が。なあ、頑張りすぎじゃねえのか。使命を果たしてるだけだ。使命？俺たちがノートに名前を書くときはな、たまたま目に留まったやつを書くんだけどな。僕はもっと考えて仕事をする。はあ、なんだよそれは。捜査本部、捜査情報。父さんはパスワードに独創的なものは使わないから、いくつかこれかなっていうのを推測して入れてみた。簡単にログインできた。死神は人間の顔を見ただけで名前がわかるって言ってたよね。わかるよ。じゃあエルに会えたら、やつの本名を僕に教えることもできるんだ。できるけど、しねえな。なんで？人間がやることに死神が関わっちゃいけねえってルールがあるんだよ。ムカつくだろ。でも、でも、デスノートを拾った人間とある取引をすることができる。その取引をすれば死神の目を与えてやれる。どんな取引？カゴいっぱいのリンゴとか。いや、その人間の残りの寿命の半分だ。どうだ、エルの名前がわかるんだぜ。それをノートに書けば一発お前の勝ちだ。寿命の半分笑わせるな、僕なら余裕で仕留められる。待てろ、お前を見つけ出してその命ごと僕がいただくから。秘密と嘘を自分に操り追い詰めてやる、死ぬのはお前だ。これで心臓麻痺による死者は23名。しっかり1時間おきに一人ずつ死んでいる。キラは離れた場所から人を殺せるだけじゃない、死亡時刻まで設定できるということだ。どうしてきっかり1時間なんでしょう。なんでそこにこだわるのか。私がキラは学生である可能性が高いと言ったからじゃないですか。そのことは一切外部に漏らしてはいませんが。これでエルはキラが警察の情報を入手できる立場にいることに気づく。まさか私の部下の中に。あるいは捜査情報を入手できる誰か。刑事たちマジ切れするな。全員命がけで捜査に当たってるんですよ。こんな怪物的な犯罪関与してる者なんかいるわけがない。知らないうちにということです。バカらしい。いくらなんでも我々を止めるな。やめるんだ。エルは警察の動きを探り、警察はエルを探そうとする。エルは我々が怪しいって言ってますが、顔を見せていないのはエルだけです。つまり僕がエルを見つける必要はない。警察が僕の代わりにエルを探してくれる。見つけたら僕がエルを始末する。死神の目は使わずにね。私を笑わせたために僕なら余裕で仕留められる。待てろ、お前を見つけ出してその命ごと僕がいただくから。秘密と嘘の仮面を剥がせば仲間の顔に裏切りの牙が。秘密と嘘を自由に操り追い詰めてやる、死ぬのはお前。